ニックロー・ニックローは、イギリスのロックミュージシャン、作曲家、ベーシスト、音楽プロデューサー。1966年に、キピントン・ロッジのメンバーとしてデビュー。後に、キピントン・ロッジは、ブリンズリー・シューウーツへと名前を変える。ブリンズリー・シュー,ウーツは、ザ・バンドの影響を受けており、1970年代のパブロックバンドの代表格だったが、知名度は低かった。 1974年のシングル、Peace, Love and Understanding はヒットこそしなかったが、現在も様々なアーティストの間で歌い継がれている。1975年、ブリンズリーシューウツを解散。その後は、スティッフレコードのハウスプロデューサーとして評価を得る一方、デイブ・エドモンズらとロックパイルとして活動。1979年、恋する二人が、 ビルボードホット100で12位を記録。また本国イギリスでもチャートの12位を記録した。ロックパイル解散後は、ソロ活動や、エルビス・コステロ、プリテンダーズらのプロデューサーとしても活躍した。1980年代末期には、ライクーダー、ジョン・ハイアット、ジム・ケルトナーと共に、リトル・ビレッジを結成し、1992年に唯一のアルバム、リトル・ビレッジを発表。 2009年11月には、ライクーダーとその息子の弱きムクーダーと共に来日。ありがとうございます。